ライフサインズはイギリスのプログレッシブロックバンド。2008年、イギリスリバプール出身のミュージシャン、ジョン・ヤングがライフサインズの構想を発案し、サウンドエンジニアでプロデューサーのスティーブ・リスピンと共にアルバム制作に向けての基礎作りを行う。2010年にはジョン・ヤングの長年の友人だったニック・ベックスと元カッティングクルーのマーティン・フロスティ・ビードルが加わり、 最初のラインナップが完成した。2013年2月、デビューアルバムとなるセルフタイトルの Life Signs をリリース。デビュー時のプロモーション写真。左から、マーティン・フロスティ、ビードル、ジョン・ヤング、ニック・ベックス・ A ・プログ氏のプログ・ミュージック・アード2013において、ブレイクスルー・アーティストにノミネートされたが、惜しくも受賞は逃した。 2014年初頭からライブ活動を開始。ニック・ベックスはスティーブ・ハケットとのツアー等で多忙となったためバンドを離れ、代わりにジョン・プールがベース担当で加入した。また、新たにギター担当としてニコ・ツネブが加入。このラインナップでヨーロッパ各地で数多くのライブ演奏を行い、イエス主品のプログレクルーズ、 クルーズ・ツー・ザ・エッジには2014年2015年の2年連続で参加している。2014年秋、ライフサインズはライブ DVD の制作を発表。クラウドファンディングによる制作資金の募集を成功させ、2015年1月、ロンドンのアンダー・ザ・ブリッジという会場で2日間に渡り収録ライブを行った。約9ヶ月の制作期間を経て、10月に、 ライブインロンドン、アンダーザブリッジをリリースした DVD 収録ライブ後のバンド。左から、ジョンプール、マーティン・フロスティ、ビードル、ジョン・ヤング、ニコツ・オネブ・エイプログ氏の2015年読者投票で、ライフサインズはバンド・オブ・ザ・イヤー第7位に選ばれている。2016年8月、ギターのニコツ・オネブが他の参加プロジェクトに専念するためにライフサインズを 脱退したことが発表された。同年9月に、セカンドスタジオアルバム、カーディントンのレコーディングにおけるギター担当として、ロビン・ボールと、メノ・グーチェス、デイブ・ベインブリッジの3名の参加が発表されている。2017年2月には、2018年2月に、開催予定の、クルーズ・ツー・ザ・エッジ2018への参加が発表された。同年9月、セカンドスタジオアルバム、 カーディントンをリリース。ライフサインズ2017年2018年には2月のクルーズ・ツーザ・エッジでの演奏及びイギリス内でいくつかライブを行っている。また2019年3月4月のヨーロッパでのライブ日程も決まっている。2020年6月、マーティン・フロスティ・ビードルがグループ脱退を表明。ライフサインズは公認として ゾルターン・チョーズの加入を発表した。2021年2月1日、サード・スタジオ・アルバム、アルティキュードをリリース。クラウドファンディングでの予約注文者を対象に、先行してダウンロード版が提供されている。公式の発売日は3月8日。デビューアルバムにゲストとして参加したミュージシャン。ありがとうございます。